北海道コンサドーレ札幌の沖縄キャンプに来てます。ということで久森明人選手、はい、進藤涼介選手に来てもらいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、はい、ですよね、はい、ちょっとざっくりなんですけど、久森君はプロ10年目でフロンターレから札幌、進藤君はプロ6年目でずっと札幌ですね、はい、じゃあ2選手に僕がちょっといろいろ質問させてもらいます。まずはプライベートチックなことなんですけど、このチームでイケメンな人を書いてください。え、もうそれは男として、もうそれもだから個人のそれぞれでいいです。顔でもいいし、なるほど、男としてもいいし。なるほどね。誰だろう、まあ、神道ではないんでその枠ではないです。一斉にお願いします。せーの、ドン。はい、深井選手。キャプテンの宮澤。ああ、宮澤選手。ここは何が、サポーターの方々はすごいイケメンって言ってます。へ、まあ、自分も今同部屋なんですけど、かっこいいなと思って。そうなんだ。なんかいい男っすよね、後輩に対しても優しいんで。あ、そうなんだ。僕は深井選手、まあ、顔もやっぱかっこいいし、僕の周りの人は深井選手好きっすね。どう、髪質は深い。髪質だけ髪質は一緒なんだけど、ちょっと完全モテないんだよねじゃあちょっと次いきますね、はいはい、面白い人このチームで、じゃあお願いします。せーの、はい、荒野選手と菅野選手、はい、先に荒野選手は面白い部分もありますし、チームを盛り上げてくれるムードメーカー的な感じなんだ。ムードメーカーで、それがチームみんなに対していい雰囲気を作ってくれたりとか。へー、まあ、先輩、いや、一つ下なので後輩ですけど、いいムードメーカーになってくれてるなって。菅野選手は、うん、まあ、もちろんベテランで実績もあって、うん、まあ、見た目も金髪でかなり怖い感じだと思うんですけど、うん、意外とというか若い頃は結構ねやんちゃしてたって話も聞きますけど後輩からすごくいじられて、バスの中とかもずっと後ろで喋って、菅野さんが一番今 J の次か、年齢的には2番目なんですけど、うん、もう一番下からもいじられて、あ、そうなんだ。菅さんがいじられるからもうチームの雰囲気がいいです、ね、ああ、なるほどね。朝一緒にはやってる、やってますね、うん、めっちゃわかる。まあムードメーカーじゃないですけど、うん、すごく盛り上げてくれてて。なるほどね、どちらもやっぱチームをね、はい、いろんな角度で盛り上げてくれるんですね、はい、じゃあちょっと次お願いします。変な人だから、まあ変な人っていうとあれなんで、ちょっと変わってるなっていう。小前選手に今日のこと言ったら、うん、那須さんどんな感じって言ったら、めっちゃ変わってるよあれでしょそう、俺はめっちゃ変わってるって言われるんだよ変わり方がいろいろあるじゃん。変わり方、いや、全員変わってますからね。いや、サッカー選手結構変わってますよね。うん、とか言って一番変わってるうんって言っちゃあれなんだけど、まあまあまあ、いろいろありますよね、個性がね、うん、そうですね。だから個性の中の一つで、はい、ああ、変わってんなみたいな。じゃあお願いします。せーの、はい、トン。いや、見てた見た、いや、見た見るわけないじゃん。ちょ、この逆切りうかな、絶対変わってますよ絶対か、いや、どこが、まず多分大体フリーキック決めまくる人は大体変わってると思うんですよ持論っすけど、持論っすけど持論ね、どういう持論で、いや、だからその、みんなでわーってすげえロッカーで盛り上がってやってたと思ったら、もう2分後ぐらいに1人でリラックスルームでゲームしたりとか切り替えが半端じゃないという。で、同期入団で、僕1年目で入団した時に川崎から福森選手入ってきたんですけど、うん、その頃はもう全然全く喋らなくて、ここ数年でようやく僕とも仲良く来てくれるなって。最初結構怖かったですよね、だから。あ、そうなんだ。何考えたか分かんないっていう。まあ、AB 型なんですけど、うん、AB 型の左利きはAB 型の左利きでは変わってる。だってもうベートーベンとか有名なすごい人たち、みんなそうなんで。え、そうなんだ。え、それ知らない。それと一緒なんで。出したらダメでしょ。現代でいて、現代でいて。そこを出してくるとこがまたね、うん、絶対変わってます。じゃあここはどこが変わってるっていう、はい、まだ23年なんですね。で、1年目から口調とかも上から来る、うん、いやいや違う違う違う、人を見て、人を見て、会見の時に福森選手と仲良くできるように頑張りますみたいな、うん、初対面なのに、うん、もう最初からいじってくる。あ、そうなんだ。いや、いじってくるというか、僕、うん、その時本当に入団でもちろん緊張したんですけど、うん、一緒の会見で僕稲本選手も一緒だったんで、さすがに稲さんはちょっといじれないなと思ったんで、ちょっといじれそうな人いないかなと思ってお菓子のアムセーブAB 型の左利きがいて変わってるのか分かんないですけど、うん、普通は下から下から、まあね、確かにそこで振ってこないよね。最初から対等に来るやついるんだと思って、まあ、なんかちょっといけそうだったっそのメンタルというかね、ちょっと変わってるな。あ、なるほど。次じゃあサッカーにちょっと移行します。それぞれがこいつうまいなっていう選手、うん、ディフェンスの見た角度なのか、はい、フォワードからとかいろいろあると思うんですけど、でもうまいなって思う選手を、はい、自チームでうまいなと思うんですけど、うん、じゃあお願いします、はい、せーの、
ルーカス選手。あー、なるほど。で、ここはルーカスの特徴であるドリブルとスピードっていうところは自分には持ってないものなので、ールーカスは基本右のワイドやってますし、自分は左のディフェンスの部分からロングパス1本でパスしたりする関係性なので、それでぴったり足元に合った時のあのドリブルっていうのはすごいなと思いながら、練習中からやっぱそれ感じる。練習中からやっぱキレがすごいので、まあ、退治したくないなっていうのもありますし、自分はあんな動きしてみたいなっていう思いも込めて思いも込めて、はい、で、Jジェイ選手、僕はもういろんな、まあ、他のチームも含めて、J1 で対戦させてもらって、まあ、いろんな外国人選手、日本人選手含めてやらせてもらいましたけど、一周回って J かなっていう感じあ、そうなんだ。いろんなタイプの選手がいて、スピードある選手、フィジカル強い選手いて、全て持ってる。しかも今30、次8歳ぐらい、多分もう30後半 でまだまだ動けるし、まだまだ走れるし、でフィジカルもあって高さあって、シュートもうまいっていう、全て兼ね備えている選手なんで、もう正直、まあ、全盛期というか、まあ、まだまだ今も全盛期と言っても過言じゃないと思うんですけど、だったらもうほとんど手つけられないんじゃないかなっていう。対峙するでしょ、やっぱそうですね、練習で。ね、練習で。どうなん、実際、もう。ボールを隠される感覚というか、こう体も大きいし、大きいのにボールの置きどころもいいんで、ディフェンスとしてやっぱり、まあ、練習の中でああいう選手だったら、ディフェンスも上手くなるなっていうのは感じますね。あ、すごい分かりやすい。ありがとうございます。じゃあ次いきます。ちょっと真面目になっちゃいましたね。いや、全然いいっすか。全然いい。両方織り交ざってるからね。シャトランやったりしてますもんね。そう、両方織り交ざってる。いや、これね、一面がね、いいんですよ。いいですね、行きましょう、楽しく。あれ、サッカーになると人格が変わるでしょ。よくいるじゃない、そのプライベートのギャップがすごい大きいっていう。各チーム多分いると思いますけどね。じゃあ、お願いします、はい、せーの。そうなんだ。じゃあ最初は、はい、さっきかっこいいイケメンで選ばせてもらったんですけど、まあもちろん普段は優しくて小物静かな感じで柔らかい感じなんですけど、もう試合になったらもうどんどん削りに行くし、ファールを恐れずというか、すごくハードワークして、まあ味方にもまあたまにあんま言わないんですけど、味方には要求がすごくて、ボール出せよとか、一回なんかこう小前選手が去年の名古屋戦かな、あ、一昨年か、右サイドでフリーだった瞬間あって、で左サイドから深井選手ボールが入って、逆サイドで僕も展開するかなと思ったんですけど、裏の方がフォワードの方がチャンスだったんです。深井選手裏に本出して、まあ、結構いいトライだったんですけど、通らなかったんです、パスが。そしたら小前選手が、おい出せよ、まあ、全然試合中はよくあると思うんですけど、そしたら切ってくださいね、切ってくださいね。そしたらあの隣にいた玉田選手が、いや、なんかああいうこと言うのあんま、なるほど、言わないと思うんですけどね。あ、なるほど。あのギャップが大きすぎるね。相手チームの選手もびっくりしちゃう。あの大ベテラン玉田さんも心配して、普段めちゃくちゃ優しくて、僕もすごく尊敬してる先輩なんですけど、試合中なんで要求しない。試合中はね、全然あるけど、そのギャップが大きすぎる。はい、その時は面白かったです。で、次は、自分。いや、話しづらいですね。いや、逆に自分って、どこが…いや、なんか、さっきも言ったように、AB 型、二重人格な部分あるんですよ。はいはいはい、二面性ね。なんか試合になると、スイッチが変わっちゃって、めっちゃ味方にも言いますし、もちろん、J とか年上ですけど、J とか後輩のチャナとかにもめっちゃ言いますし、相手選手にもボロクソ言うんで。あ、そうなんだ。やっぱ、やられたら言っちゃう。普段はそんな言わないですけど、まあ、神道には言いますけど。まあ、僕には直接言ってきますけど。結構強めにね。結構強めに。あと、菅選手もブツブツ言ってますね。左サイドはブツブツ。ブツブツサイドブツブツ。で、真ん中では罵声が飛び。あ、そうだ。右サイドは今、静かになってます。そういう角度で見てみても面白いかもね。ありがとうございます、はい、じゃあイージーかもしれないですけど、フリーキックが上手い人。 OK、 お願いします。せーの。はい、最初聞いてみようか。まあまあ、もちろんね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、フリーキックも直接決められますし、ビルドアップでのフィールドはもちろんコーナーキックだったり、まあ彼のキックでチームを救ってきてますし、まあ、僕も何本もアシストしてもらってるんで、去年多分6点ぐらい決めさせてもらったんですけど、4点5点ぐらい多分福森選手の左足からなんで、僕の整形は彼で立ってる言っても喜んではないぐらいだと伝えて、ね、いや本当に本当にこれはやっぱ受けやすいっていうか、その入った時にもうここっていうところに出してくれるんだ、はい、ボールが速いんでタイミングで入っちゃうと、もう相手がいいポジション取ってても僕は先に触れるので、本当に助かってますね。進藤選手、これは、はい、ある意味うまいっていう。ある意味説明して、ある意味は何年前から無回転が蹴れるみたいな、自分で言ってて、で試合の前日にも練習してて、前日はめ結構いいシュートチャンス、あ、これ任せれるなと思って、自分じゃ狙えない位置で進藤蹴るかって言ったら蹴るんですけど、
って期待して見たんですけど、うん、蹴った瞬間、うん、なんかラグビーかのように。えっと思って上から距離もあったんで、うん、壁越して落とそうと思ったんですけど、うん、なかなか落ちてこない。伸びていっちゃったんですよ。でもそれ札幌ドームだったんで、うん、サポーターのみんなもため息が、そのスタンドの上段まで行ったね。野球でもなかなかそこに行かない。初めてさ、あの試合中笑ったの。あんなの見て。ちなみにブレ玉って多分知ってる人は知ってるんですけど、無回転ボールってこっちこうグラグラグラってブレをその無回転でゴールに行くのを無回転ボールっていうかブレ玉って言うんですけど、蹴り方としてちょっとねボールをねこう上にね乗せるっていうかちょっと難しいんだけど、長く設置時間を使って押し出すみたいな感じの蹴り方するから、うまく乗せられない、うまく乗せられないとそのまま行くんだよね。ある意味うまいな。ある意味ね。確かに 3-0 か結構点差ついてて楽しくなってありがとうございました、はい、お互いのストロングポイントというか書いてもらってお互いに伝えてもらえればと思うので。面白いわやっぱね、チームのカラー出るよね。出ますね。なんかいいよね。最初にじゃあ先輩からお願いします。自分が思っている振動の良さ、うん、まあ、簡単に言ったらこの3つかなと、うん、ヘディングの強さ、はい、対人、キックの質、はい、やっぱり最初のこのヘディングの強さっていうのは、うん、まあ、自分がキッカーとして自分も目立ってる部分があるので、進藤がそのコーナーキックでヘディングを取ってくれることによって自分のアシストもつきますし、うん、まあ、お互いの良さをうまく出せてる部分もあるので、まあ、本当ありがたいなと、はい、思ってます。2個目のこの対人っていうところは、うん、基本的にはディフェンスの能力っていうのは自分より振動の方があると思いますし、うん、その1対1の部分で、まあ、ファールもせずに、うん、まあ、当たり負けもせずしっかりボールを奪い取ってるなっていう印象が逆から見てあるので、うん、まあ、これを書かせてもらいました、うん、キックの質は、うん、ワンステップで 50m から 60m を蹴れるものを持ってますし、うん、まあ、その軌道っていうのも、まあ、途中で引っかかることなくしっかりいいバックスピンをがかかっていい伸びとボールを蹴れてるんじゃないかなと思って、まあ、それも客サイドから見て思ってたんで、まあ、この3つを書かせてもらいました。すいません真面目な話。いやいや全然全然もうここはもう気持ちいいですね、うん、嬉しいよね。これ本当は特にありませんって書いて書きそう。これはやっぱあれなんですよ、相思相愛なんですね、キッカーとこの受けてっていうことでね、まあ、すごくいい関係性ですよね。じゃあはい、お願いします、はい、福森選手のストロング、はい、はい、左足の精度、潰しの強さ、うん、あと壊れない、左足のキックはもう日本でトップクラスだと思いますし、うん、で技術も高いんで止めることもできます、うん、キックだけじゃなくて、でしっかり止めて一番いいところに置いて、で一番いい場所に蹴れるっていう能力がもうズバ抜けてると思います、うん、潰しの強さっていうのは攻撃の起点を潰していくっていうのはディフェンスの仕事の一つだと思うんで、まあ、そこの強さっていうのはすごくあると、自分よりも福村選手の方があると思ってますし、うん、そこはやっぱり起点になって自分で潰して、うん、そこからサイドチェンジとかチームの武器になってるかなと思います、うん、であとは全然怪我しないんですよ。へえ、したことが全然しないです。ガッチリしている、体が硬いんですよ。なんで無理が効かないっていう、無理が効かないんで、うん、なんか変な肉離れとかも試合中に負傷退場とかもないし、怪我しないっていうのはやっぱり選手として一つ能力としてあると思うんで、そこはもう頼もしいなっていうのを思いますね。お互いのストロングポイント言ってもらったんですけど、はい、こういうところにも注目してもらって、したら多分見るね観点が違うと思うので、はい、じゃあ最後に今シーズンの目標をお願いします。チームの目標としては、まあ、ACL 出場っていうのは絶対条件だと思いますし、その中でも国内3大タイトルのどれか1つを取れるような力もあると思うので、どれかを狙っていきたいなと思ってます。個人的には数字で言うのもそれに達することができなかったらすごいメンタルくるんでなんて言わずに、個人的ですけど、サポーターの皆さんに笑顔を届けるっていうのは今年新たな目標として、毎試合毎試合最後勝ってサポーターの皆さんに笑顔を届けれるように個人的にやっていきたいなと思ってます。進藤選手、はい、あのペトロビッチ監督になって先日もすごく浸透してきてます、うん、チームに十分にこうタイトルを狙えるチームになってきていると思うので、うん、そこをやっぱり今年は結果で示したいなと思ってます、うん、で個人としてはまだまだディフェンスとして追求しなきゃいけない部分、1対1の部分もそうですし、もっともっと自分に厳しくやって、まあ、得点の部分っていうのは自分の武器だと思ってるので、うん、まあ、福森選手の力も借りながら、うん、まあ、ホットラインももっともっと熱いものにしていければ、開通しないないホットラインあると思ったんだけど開通しないからもっともっとこう相手に警戒されるような2人になっていければと思います、うん、最後に個人的なので申し訳ないんですけど、はい、これ見てる人たちに特にキックっていうところで、はい、ヘディングとかディフェンスってところでそう上手くなるためには最後一言
はい、お願いしたいです。まあ、キックの部分に関して言えば、まずは自分の正しいフォームでどういうキックをすればどのように曲がったりとか、どういう質のボールが蹴れるかっていうのを体にちゃんと正しいフォームで染み込ませないと、まあ、後々まあ、怪我にもつながると思いますし、その内転筋の故障とかにもつながると思うので、まずはそこを意識してやってもらえれば、まあ、大人になっていけば勝手に筋力がつきますし、筋肉も飛ぶようになると思うので、まあ、そこを第一に考えてやっていただけたらなとは思います。すごっ、俺そんなこと考えたことないよ、全く。すごいね、やっぱ違うんだね、フリーキッカーの人って。お願いします。そうですね、ディフェンスとしてやっぱりこう、自分の目の前にいる相手に負けない気持ちっていうのはまず絶対大事だと思いますし、抜かれた経験とかやられた経験っていうのが絶対に次につながっていくと思うので、失敗した経験っていうのを同じミスを繰り返さないように改善していくっていうのがディフェンスは特に大事かなと思います。素敵な言葉ありがとうございました、はい、ぜひ参考にしてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。